皆さんご機嫌いかがですか。 CGNTV の信仰と人生の時間がやってまいりました。今日もまたスタジオに素敵なゲストをお迎えして、皆様にそのゲストのお話をとくとご覧いただきたいと、またお聞きいただきたいと思っております。今日のお迎えいたしましたゲストは、英語道場ロックヒルズ、英語専門塾でありますロックヒルズの経営をなさっていらっしゃるともに、そこでの教鞭をお取りになっていらっしゃる石塚源一郎先生をお迎えいたしました。長い間高校の英語の先生をしてこられましたが、この学校教育の枠組みの中ではどうしても届かない、またそこでは盛り込めない、そういうような、どうしてもこういうような英語を通しての人間教育を含めて教育を施したいものだという長い間の夢がですね、ついに今や叶って、このようなロックヒルズをお立てになられました。その石塚先生の今日はお話を伺うために、私はインタビューを通して先生にお迫りをさせていただきたいと思っています。最後まで興味深くご覧ください。いや、今日はようこそおいでくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お忙しい中を来ていただきまして、この長い間こう何て言いましょうか、時間を十分取りながら、お心伝いができればというようなことも思いましたけども、急遽お願いするようになってちょっと失礼だったかもしれませんが、いえいえ、そんなことはとんでもございません。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日は、石塚先生とこう呼ばせていただきます。先生と呼ばれるものではないんですけれど、今はこの英語道場ロックヒルズと英語専門塾ロックヒルズとこう名刺に書かれていますが、はい、ちょっとこの塾といいましょうか、道場といいましょうか、学校といいますかね、このことについてちょっとコメントをいただけますでしょうか。はい、私は高校で英語を教えまして、約37年間教えてきましたので、学校ですといろいろ制約があってですね、自分の思う通りにカリキュラムを作れないというようなことがありましたので、はい、いつかは自分でその塾を開いてですね、自分の思うような教え方でいろんな生徒さんたちを、教えていきたいなという気持ちがずっとあったんですね。なるほど。30数年来の、そうした、はい、教員としてのお勤めの中でいつもそういう思いが巡っていらっしゃった。そうですね。そうでしたか。はい。で、少し1年早めに退職をさせていただいて、自宅から、そうですね、電車を乗り継いで30分ぐらいのところですかね、そこで、教室を借りて、主に中学生高校生を今お教えしていますけれ ど今20名ぐらい、生徒さんがいらっしゃってますが、はい。で、開塾をなさって、はい、今年で何年になりますか。ちょうど丸2年になりますね。そうですね。はい、なるほどね。そうしますと塾のこの何て言いましょうか、時間帯といいますと、やはりどうしても夕方から夜10時ぐらいまでになりますね。はい、ですか。そうですか。お始めになられて夢がお叶いになったというか、これぞ私が目指してきたところの、この子どもたちに対してというか、
英語を学ぼうとする者に対しての、まあ、心込めた本格的な、なんて言いますかね、この授業というか教えを施すことができるという、なんかそういう手応え喜びをお味わいになっていらっしゃる今日この頃かと思いますが、いかがでございますか。そうですね、そう申し上げられればいいんですけれど、まだまだなかなかそこまでいきませんけれど、もうしばらくやはり 3、4年はかかりますでしょうかね。はい、でも自分で自由にいろいろテキストを選んだり教え方に工夫をしたりですね、はい、それはすごくやりやすさを感じてますし、ね、はい、やっぱりやりがいもあるかなというふうに思ってますね。はい、また同時に今度は、まあ、通常の学校という、しかるべき、経済基盤といいましょうか、はい、そうです、そういう、はい、運営基盤があるところで奉職をしてたということと違って、ご自分で経営をしていかなきゃならないと、まあ、そういうようなことから言うといろいろ不安ばっかりですねそうでございますか夢を叶えていくためにはそのための大きなリスク、またそうした労力を含めて、ね、気苦労の投資をしなきゃいけませんね。それは気苦労の連続ですでしたし、また今でもそうですけどね、はい、まだ家族もいますし、まだ子どもたちも2人とも今大学に学んでますんで、はい、まあ、長男はここで卒業しますけれど、やはりまだお金もいろいろ経済的にもかかりますし、はい、その辺の心配はもちろんあります。そうですか、はい、でもきっとさぞかし祈ってずっと来られて、イエス様の御前に、ゴーサインをいただいて取り組まれたと思いますから、はい、まあ背後にはイエス様ついてらっしゃって、はい、もうその最初スタートする時にはもうかなり祈りまして、やはりやめとこうかっていう思いとなるほど、やっぱりやろうっていう思いと、葛藤がありましたね。そうでしたか。で、最後は御言葉を確認しながら、やっぱりスタートしていこうと。そうでした。まあ、一番はやっぱり家族が賛成をしてくれたこと、やっぱり一番大きかったのは妻が、やってごらんなさいよというふうに言ってくれたことですね。背中を押してくれたこと、はい、それが一番大きかったです。そうでしたか。今お話を伺いながら思わず次のご質問に、奥様はご賛成なさいましたかみたいな質問を振ろうかと思ってたところでしたがそうですか。それは何としても、家内から反対されたら多分していなかっただろうなと思いますけども、はい、一番背中を強く押してくれた一人でしたので。そうですか、はい、それは何とも言えない、嬉しいことです ね。力強いことって、はい、それは言ってみれば、はい、背後の祈り手がそこにしっかりと構えててくださるということでもございますからね。そうですか。石塚さんのちなみにご一家はすでに皆さん、はい、クリスチャンで終わりになられてね、はい、みんな洗礼を受けまして、はい、そうですか。そうですか。一番最初にご家族の中でクリスチャンになられた方はどうだった？私がもう結婚前からクリスチャンでしたので、はい、大学に入ってから、まあ、教会に導かれるチャンスがございましてね、でそれを通して、洗礼にまで導かれましたね。なるほど、はい、ですから私が最初にクリスチャンでした。そうでしたか、はい、その今大学に入ってから教会に導かれる機会があったというお話でしたが、はい、どんなそこには出会いというかきっかけが生まれたんですか？私が高校時代に所属していた部活がございましてね、でそこで当時その先輩だった方が、うん、まあ、私は存じ上げなかったんですけれども、その教会に行ってらっしゃって、で私が大学に進学をして1年目の時ですかね、うん、ばったり電車の中でその彼と会ったんですね。ほうほうほう。それで石塚君、もし英会話をね、うん、勉強したかったらその教会で宣教師の方がいらっしゃるので、うん、英会話教室開いてるから一緒に来ないかって言われて、うん、はい、でそれが最初のきっかけなんですね。あ、
はい、そうなんですか。今その方は牧師先生されてらっしゃいますけど。そうですか。うん、そういう神様の奇跡ご愛在がおありになられて、 そしてきっかけを作ってくださった、はいはい、あれはある面では信仰障害のスタートをそこに取らせていただいた、まあ、信仰障害上の一人の恩人ということになりましょうね。そうですね、もう大恩人ですね、その方にも本当に、はい、まあ、彼にとってもすごく嬉しいことだったでしょうね。今日のような石塚先生がおられるということは、自分が不思議に神様に会ってあの時出会って、そしてきっかけを作ることができたということは、牧師をしていらっしゃる先生にとってもなんかすごい、お喜びなんじゃないだろうかと思いますがね。はい、そうだと思ってます。そうですか、はい、そして、教会に来始めなさって、はい、ある面では、よく、まあ、初め言ったけどもあまり興味がなくて、しばらく空いてしまったとかいうような方も数々おられますけど、はいはい、石塚先生の場合はその辺はどうだったんですか。それは幸いになかったですね。なるほど。私は大学が実家から少し離れてましたので、大学時代はその大学の近くの教会に通っていたんですね。でそこで洗礼も2まで導かれて、なるほど、なるほど、はい、でやっぱりそうですね、家族は私の信仰に対して大反対だったんですよ。ああ、ご両親はじめ、はい、まあ、実家がもともとその田舎にありましてね、うん、で私の祖父はその、まあ、その地元のお寺の檀家の総代までやられてるような方でしたので、まあ、両親は特に母はですね、うん、私の信仰に対しては私、まあ、長男でもありますので、なるほど、もう相当強い反対を受けました。はい、でもそれは自分がねやはり決心をして選んだ道なので、うんうん、ですからその反対があったから強い信仰を持てたというふうには言えるかもしれませんね。そういうふうに言うなら、そうでした。じゃあご両親様はいわゆる日本におけるところの仏教徒といいますと、まあ葬式仏教なんて言葉があまり良い言葉ではありませんけれども、巷では言われるように、まあお葬式の時のお付き合いみたいですが、ご両親の場合はそうではなくて、本当にいやというわけでもないんでしょうけれどもね、はい、といってその何でしょうかね、特別に他の何かこう自分の心情みたいなものがあるというわけでもないんでしょうけど、ただ父はその若かりし頃にやっぱ父も高校の教員をしておりまして、当時はでその時に学校の中で聖書研究会をですね、うん、何か開いていたというのをお父さん、まあ、母から聞いたことがあるんですよ。クリスチャンでもないのにね、でそれはどういう経緯かわからないんですけれど、ですから何かしかのその接点があったんだろうなと思うんですね。そうですか、はい、しかしその時にはご反対をなさった。そう、しかしご自身としてはいやこれは親に背くのは心苦しいことではあるけれども、自分の一生のこととして、そしてしかも自分自身がしっかり立たないならば両親は結局はそれは喜ばないだろうと、私がこのイエス様の道を行くことによってこそ自己を確立できるとすれば、将来は親がきっと喜んでくれるという、そういうある面ではまあ、そうですね、もう、まあ、そうですね、うん、そういう思いはあったと思いますね。いつか分かってくれるだろうなという思いもありました。そしてその後はご両親の方はいかがだったんでしょう。そうですね、まあ、だいぶ時間はかかりましたけれど、途中はですねもう教会に行くことも反対をしましたし、で親が教会にやってきてですね、牧師先生とお話をして、いろいろ注文をつけたりですね、というようなことまでありましたね。それから私は祖父が、まあ、明治生まれの方でしたけれど、うん、結構厳しい方で、うん、お前は石塚家の長男だから、うん、その墓のこともきちっと守っていかなければいけないということで、うん、1対1で私正座させられてですね、うん、まあ1時間以上こんこんと説教されたことはありましたけれど、そうでしたか、
まあ、でもそれでも自分が選んだ道なので、うん、できる限り家のことはね、させていただくけれども、うん、でもこの信仰だけは守らせてくださいというふうに多分言ってきたんだろうなと思うんですね。でそのうちだんだん両親も少しずつあまりそのことについては触れなくなりましたね。はい、で特に今の今大和キリスト教会にお世話になっておりますが、そちらに展開してからはもうほとんど何も両親は言わなくなりましたね。そうですか、はい、お近くに住んでおられます、ね、教会の近く当時はではなかったんですけれども、うんうんうん、そのうち引っ越しましたけどね、結婚してから。なるほど、はい、そうでございましたか。今のお話を伺うと、ご両親様が、それほど強くご反対なさった背後には、そのさらに、石塚さんから言えばおじい様おばあ様ですが、その方々のご存在とその強いご意志というようなものをインプットされて、はい、息子がキリスト教に行くことによって代々守ってきたそうしたお墓だとか、はい、あるいはそういう家紋だとか、あるいは宗教というものをそれを離れてしまうと、そうするとそのお母様たちから言えば両親に申し訳ないというか、またかなり強いお前たちの育て方が悪いと言われることを恐れていらっしゃった点もあったかもしれません、あったかもしれませんね。まあ、そんなことを申し上げるのはちょっと私も似たようなね、部分がありましてね、猛烈に反対を受けてキリスト者になったということで、ちょっとオーバーラップして思いましたがね。そうでございますが、そして信仰にお入りになられて、はい、そのことと大学を卒業して、この英語の教員として教鞭をお取りになるという、まあ、そういうこのステップを踏まりお見になるわけですが、はいはい、もう大学の頃からそういうような道をおたどりになることを望んでおられましたんですか。もともと英語の教員はですね、全く考えてなかったんですよ。はい、で親が私の父が、まあ、母もそうでしたけれど教員をしていましたので、うん、やっぱり何でしょうね、やっぱり親の職業はどうしてもそうちょっと避けたいなという思いが誰しもあるでしょうけどね。ですから教員だけはなるつもりはなかったですね。ですから会社に勤めて、やっていきたいなという気持ちはありました。なるほどね。はい、ところが大学の途中でそのクリスチャンになりましてね、うん、何かやっぱりその、まあ、会社に行ってそのいろいろ例えば何ですか出世をしてですね、うん、いい家庭を安定した家庭を築いて、うん、お金をたくさんいただいてという人生もいいんでしょうけれど、うん、何か別の道もあるんじゃないかなと思いまして、うん、そして、まあ、いろいろ、まあ、祈る中で、まあ、教職も取ってみようということで、うん、最終的には大学4年生の時に、まあ、当時は大学4年の時に会社訪問が解禁になりましたなってましたので、うん、でどうしようかと。で、まあ、教員の道といわゆるその一般企業への道と、まあ、天秤にかけながらお祈りをする中で最終的に導かれて教職の世界に入っていったという経緯がありますね。はい、まあ、最後まで迷いましたけれども、うん、はい、そうでした。プロフィールを拝見をしまして、ご卒業になられた大学が一橋でいらっしゃって、お選びになってなさった、このメジャーといいますか専攻は社会学ですね。社会学でいらっしゃったんですね。社会学って言いましても広い分野ですのでね、うん、何でもできるんですね。うん、あ、なるほど。はい、もう経済的なことでも商業的なことでも法的なことでも、うん、それはもう本当にいろんなことをミックスして勉強できるところですので、うんうん、はい、そうですか。そういう中で英語という専門の職業に、まあ、教員としてお好きになると、これはそのお友達が英語を勉強したいなら教会行ったらいいよということとなんかこうつながりはあるんでしょうか。まあ、もともと英語が好きだったっていうことがあるんですね。で高校時代に入ってた部活というのも英語部っていうのがありましてね。あ、なるほど。で、まあ、英語
語の先生がいら外人の方がいらっしゃって英会話をやったり、それからあとは自分たちでこう手で作った英語劇をですね、体育館で上演したり、結構まあ好き勝手やってましたけど、もともと英語が好きだったので、ただまあ大学でそれを専攻にするというつもりはなかったんですね。やっぱり社会的なことが好きでして、でもいざ自分で仕事をしなくてはいけないという時に、やっぱりその英語ですといろいろ、言葉はあまりいいかあのよくないかもしれませんけども、潰しが効くというところがあったのかもしれません ね、その時の最終的な判断としてはね。そうでございましたか、はい、そうでしたか。そのようにして、教鞭をお取りになるようになられてどうでしたでしょうね、いよいよ本格的にそのお仕事をなさるようになられて、学生たちを前に、このお授業をなさるその頃の、これは最初の学校ですね。あ、なるほどね、はい、あの県立、神奈川県立の高校なんですけれど、はいはい、そうですか。もう最初はですね、石塚先生の授業はわからないとそうでしたか。もうこぴっとくもう本当に言われましたね、もうそれはすごい私はあのショックでしたね。ですからそれからもう本当に一生懸命自分でも勉強をして、はい、その時の言葉まだ今でも覚えてますね。そうですか。何がゆえに先生の授業が分かりにくかったんでしょう。何でしょうね。私は結局その英語との関わり合いは受験勉強の時だけしかなくて、大学で英語を専攻したわけでもないので、はいはい、やっぱり自分なりの学び方でそのスタンスで教えてしまうので、なかなか分かりにくかったのかもしれませんね。なるほど、やっぱりその生徒の立場に立って教えられなかった最初の数年は。はい、なるほどね、はい、そうでしたか。ですからもう本当にもう学び直しましたね、文法にしても何にしても。はい、いや毎日学校のお授業にお出になるのよく子どもの方で、不登校になるとか学校に行くのが嫌だということがありますがまさか学校に行くのは嫌だと教場に立つのは嫌だということはなかったでしょうけども、すごくそこには葛藤というか。そうですね、やっぱり毎回毎回授業の前はやっぱりだいぶ時間を取って、ね、もちろんそれはどんな先生でもそうなんでしょうけれども、はい、それなりの苦労はしましたね、はい。その頃にはすでにキリスト者で終わりになられたわけですから、はいはい、さぞかし主の前にもお祈りをなさってですね、はいはい、しかも進路をお決めになるのも祈ってお決めになったでしょうから、主様あなたに祈って導きをいただいてこのお仕事に就いたのですが、ここをどう突破したらいいでしょうかみたいな主との結構取引というか直談判もあっただろうかと思いますが、はい、毎朝その連続でしたですね。そうでしたか、はい、ちなみにここにご結婚式の時のですね、はい、こんな素敵なお二人のお写真がお預かりしているんですが、はい、これはいつの時点で。これはそうですね、私結婚が少し遅かったんですけれど、そうですね、就職して私が36の時ですから10年以上も経てましたね。そうでございましたか、はい、そうです。奥様もクリスト社で教会でのお関わりでいらっしゃったんですか。この時は、家内はまだクリスチャンではなかったんですね。で私がクリスチャンでこういう家庭を築きたいんだと言った時に、それにすごく賛同してくれて、そして結婚しまして、私が信じているものなら自分も信じてみようという気持ちを持っていただいてくれて、で結婚した年のクリスマスに洗礼を受けたんですね。そうですか、はい、それはなんて素晴らしいこと。 ちなみにお失礼でなければ、はい、奥様とはいかにして巡り合いなさってご結婚に。そうですね、友人の紹介でしょうか。はい、そうでしたか。そうですか。その背後にはやっぱり神様の お選びというか
お導きがあって巡り合わせていただくようなことだった以外ではないんでしょうね。宇部なるかな、はかり縄はよき地に落ちたってありますけども、ですから奥様はお会いになられて、その自分はクリスチャンだと、でこういうような家庭を築きたいんだと、そして自分はこういう仕事をしているんだけれども、いいだろうかとこうお話になったかと思うんですけれども、はい、奥様はですね、それをお聞きになられて心を動かしなさって、はい、それを良しとして、奥様になられたと。そうですね。それで教会生活を共になさって、そうです、いち早く受洗ですものね。そうですね、はい、それは本当にびっくりしました。感謝でしたね、神様からむしろ与えられた、神様を備えたものと伴侶でいらっしゃって、神の合わせられたもの、人もしこれを話すべからずとそこできっとね、お式の時先生から言われてアメンと言ったんだと思いますが、お子様がそして今お聞きしたようにお二人、はい、そうですね、長男と長女が一人でした、はい、ここにこれはもうだいぶ小学生、これかなり大きいですね、ね、小学生ぐらいになられて、はい、息子が5年生か6年生ぐらいでしょうかね、うん、はい、ね、そうですか。この、家庭となるというのは夫婦だけではある面ではまだ半分というか、うん、そうですね、そこに、子供を与えられ、子育てをしながら夫婦が子供と共にそこに、生きていくというところに家庭が立つわけだと思いますけれども、しかしながらそういう中で、まあ、喜びがたくさんありますけれども、希望も夢もそこにあなたに立ち上がりますが、同時にそれをこの何て言いましょうかね、立ちはだかって押しつぶすようないろんな戦いというようなものが家庭を脅かすことがあるんですが、石塚先生のところではそういうようなことはいかがでしたでしょうかね。そうですね、まあ、最初に生まれたこの息子がですね、はい、まあ、軽い障害といいますか、おう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 、持って生まれまして、おうおうおう、はい、で、まあ、生まれた当初に先生からこの、まあ、障害は、まあ、500人でしょうか、うん、1人ぐらいの割合で、うん、はい、よくは、まあ、生じますということで、うん、でも心配はなさらないでくださいというふうに言われましたけれども、うん、どういうものかといいますと、その人間 の、 その、まあ、最初 の、 その、まあ、細胞といいますか、はい、こう、まあ、お母さんの中で細胞が作られるときに最後にこの喉の上側がこうくっつくらしいんですね、最後に。でそこが何かの原因できちんとつかないで、はい、で生まれてきてしまった、それが口蓋裂という、まあ、病気らしい、障害といいますか、はい、ですから生まれた時にその上顎がこう2つ割れてるんですね、はい、ですから自分の力でミルクを飲むことができないということがありました。はい、よくまあ俗にといいましょうか、通常世間で、このまああまり良い言葉ではないのかもしれません、蜜口などという表現がありますが、そういう類とも違うんです。そうですね、まあ、あまり体重は大きくなかったことは事実ですね。一般の普通 の、 子どもたちよりも少し少ない体重で生まれてきたことは事実ですが、うん、はい、まあ、それとはまた別のことですね。はい、で生まれて約1ヶ月近く、うん、保育器に入れられて、だから我々のところにはすぐには戻ってこれなかったんですね、生まれた後は、はい、保育器でもう人工的にそのミルクを投入されて、うん、はい、ここにあります、はい、これお写真はご長男の1歳になるかな、そうですね、ちょうど1歳ぐらいだと思いますね、はい、何かこうやってお写真でお見受けするところでは特別に何か、ね、そうですね、見た目は確かにそうだと思います、ご障害なさそうな、はいはい、しかしながらもうこのところに、1年をお迎えになるまでの間にそうしたミルクを、はい、母乳を自分で飲むことができないというご苦労を、はい、であとはもう一つは眼球が動かなかったん
ですね。ははははで、まぶたがこう少し下がり気味で、まあ、これ眼瞼下垂というふうに言っているらしいんですけど、で私たちがこう近くに行ってもですね、普通の赤ちゃんですとこう親をお母さんお父さんをこう追って目を動かしますよね。うちの息子はそれを追わないんですよ。ですからね、もしかしたらこの子は目が見えないんじゃないかなとか、あるいはいつか見えなくなってしまうんじゃないかなっていうような不安がありましたね。なるほど。で1歳の時にかかった時にその眼科のお医者さんからですね、この子は将来目が見えなくなるかもしれないというふうに宣告されましてね、まあ、その時はもう本当にあの目の前が真っ暗な思いでした。ちょうど父が亡くなった直後でもありましたんでね。はい、そうでしたか。でもその車に乗せた時にこの移りゆく景色をこう見ながら、うん、やっぱりこう目で覆うんですね。でそれを見た時に、あ、大丈夫だろうなっていう気持ちはあったんですね。はい、はい、そうでした。まあ、それに気がつくまでに少し時間がかかったんでしょうね。なるほどね。さぞかしご夫妻、朝ごと夜ごと日ごと坊ちゃんのためにお祈りをなさったんでしょうね。あ、そうですね。もう生まれてからずっと病院通いが絶えなかったです。はい、もう家内はだから大変だったと思いますね。これは幼稚園、そうですね、幼稚園に入園した時の多分そのタイミングで撮った自宅の玄関前、当時は実家に一緒に母と一緒に住んでましたんで。ああ、そうでした。はい、実家の前です。この頃はまだ下のお嬢様ですか。そうですね、多分生まれていたと思いますが、多分この写真には写ってないですが、はい、そうですか。そういうような中で、この坊ちゃんが何かこう手術のような施しをやっぱりお受けになられて、はいはい、ちょうど1年経った時にその、まあ、喉がこう割れてますので、うん、それはやっぱりいろいろ不都合があるので、それを縫合する手術を、まあ、それ大手術ですよね。1歳の全身麻酔をして約1ヶ月ぐらい入院してたでしょうかね。もう教会の先生方にも皆さんにお祈りしていただいて、はい、それは通過しましたね。そうですか。まあ、まだ1歳ということですから、言葉としていろいろ会話を自分を発するということが、あ、まあ、あの、うん、自然であってもまだまだ早い子はその頃、まだまだ正しいところがありますからね。しかしその時期に縫合をなさったことのために、はい、お話をし始める頃には、うん、割方スムースにお話ができるんだと。そうですね。はい、うん、まあ、若干ちょっと不自然なところはありましたけれども、でもそれはご両親としては嬉しかったでしょうね。そうですね。うん、はい、そうですか。その後もそのことの病、あるいは他の何かお病気をなさるようなことがあったんでしょうか。子外裂のお子さんっていうのはどうしても何かその中耳炎になりやすいらしいんですね。はあはあはあ、ですからちょっと寒かったり、うん、無理をしたりするとすぐ中耳炎になって耳が痛いということで、よく耳鼻科にはかかったりしましたね。ああ、同時に熱を出したりね。あとは偏頭痛が、まあ、を出したりですね。はあはあはあ、でなかなかその たくさん子どもたちがいる中で長時間過ごすことができなかったんですね、その当時は。なるほど。ですから学校もですね、1年生2年生ぐらい、3年生の途中ぐらいまではもうほとんど行ったり行かなかったり、行かなかった日の方が多かったです。はあ、はい、なるほど。ですから担任の先生は、まあ、できるだけ学校に来てくださいというふうに言われましたけれども、私たちとしてはなかなかそれを送り出せなかった。ですから通級という、ね、システムがありましてね、その当時通っていた小学校とは別のところで、いわゆるそういうお子さん、学校になかなかうまく通えないお子さんたちを1対1で面倒を見てくださる、うん、やっぱりその学校の先生が、まあ、待機してらっしゃる場所がありましてね、そこへ週に1回ぐらいは通わせていただきましたね。そうでしたか。でその先生から、その無理に通わせる必要はないですよと、うん、いつか必ず自分の意思で通いたいというその思う時が来るので、お父さんお母さんは忍耐してその時が来るまで待っててあげてくださいっていうふうに言われたのが一番大きかったですね。私は学校の教員もしてましたんでね、学校に通えないんじゃ困るなっていう気持ちが一番ありましたね。
もう通信簿をもらっても全部真っ白なんですよ。もう結局先生としても判断のしようがなくて通ってこないので、はいはいはい、あ、こんな自分の息子がこんなんではどうなるんだろうっていう思いはありましたけど、その通級の先生からそうおっしゃられて、そうか、じゃあ忍耐して時間をかけてこの子がいつかその自分の意思でね学校へ通っていきたいっていう気持ちになるまで待とうっていうふうに思いまして、はい、そうですか。まあ、昨今といいますか、この現代にはですね、本当に不登校になって、学校に行けない子どもたちが大変多発しているというような、はい、時代であるわけですが、そうですね、それは体に何かそうしたご子息のような困難があったからとかということの他の事情等々によってもあるわけですが、でもそういう時代、今からまあ何年も前に、それほど今日みたいな多発状況みたいなことがない時に、その先生がそうおっしゃってくださったっていうことは素晴らしいことでしたね。すごい、もう本当に、はい、先見の明と言いますか、はい、そうですか。そういうようなことはまたご自身が学校の先生でいらっしゃるだけにですね、ある面で教育、子どもをこの教え育てるという教育の現場に立つものの考え方とか関わり方っていうようなものに、ある面ではまた大きな、はいはい、そうですね、ねえ、はい、そうですか。そういう中で祈り祈ってるうちに神様は、そうした妹さんでしたね、はい、もお与えくださって、そうですね、ご兄弟がこうしてお出来になって、はい、そうですね、きっと兄弟仲良くお過ごしになられてきたかと思います。お嬢様の方は特にそういうことではないお悩みがなくね、元気な、はい、子供として、今もすくすく、そうです、はい、元気でやっております。そうでしたか。はい、お兄ちゃんも妹ができてとても喜んで、そうですね、息子はですね、ですから小学校の低学年の時はそういう状態だったのでね、教会の主任牧師の先生に私が、お願いをしまして、先生ぜひ教会学校に毎週通ってましたんでね、教会学校が終わった時にそのタイミングでこの子を先生のところへ連れて行きましてね、ぜひ先生毎週お祈りしていただけますかと。最初は数回ぐらいはお願いしようかなと思ってましたら、先生が、いやもういつでも何度でもお祈りしますからっておっしゃっていただいて、はい、ですからそれがそうですね、小学校3年生ですから、もうそれからもう毎週のようにお祈りいただいて、今は今大学4年生ですので、もう数えきれないぐらいお祈りをいただきました。はい、でその祈っていただく中でもう変わってきたことがたくさんあったんですね。一つは学校に通えるようになったんです。学校に通えるようになった、はい、そして、まあ、本当にその学習障害はなかなか治らなかった部分はあるんですが、そうですね、最終的には学校が楽しいという、ところまで変わりましてね、で最後は運動会で徒競走で 100m で、まあ、一番になるようなところまで成長したんですよ。はい、そして中学高校大学という中で、で一番はその先ほど私お話ししなかったんですが、ある時に転換を発しましてね、これは小学校に上がる前にたまたま伺ったオーストラリア、これはチャーチスクールを見学するために一家で行ったんですけど、帰りの飛行機で、なぜどういうわけだかわからないんですけども、転換を発症、もう全身がブル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 震えまして、はい、それで緊急着陸をしていただいてっていうようなことがあったんですね、小学校上がる前です。はい、でもう小学校上がってからはそのために、まあ、その障害ももちろんありましたけど、転換のこともあって、もう毎回その病院に、まあ、慶応病院なんですけれど通いましたね。でその慶応の病院の先生、主治医の先生からはこの
転換というのは大抵大きくなれば治るんですけれど、うん、この種の転換は治りませんって言われたんです。もうそれはねびっくりしましたね。もう親としてはどうしていいのか、やっぱりなんか疲れたりちょっと無理したりすると、うん、明け方にこう痙攣が始まったりするんですね。でその度に救急車を要請して病院までに連れてってもらうっていうようなことの連続でしたけれど、でもその主任牧師の先生のお祈りをいただくようになってから、まずその発作が全く起こらなくなりました、はい、でもこれは転換というのは本当にしばらく発作が起きなくてもやっぱりいつか起きるとまた元に戻ってしまうので、うん、やっぱり何年もその状態を確認しないといけないということで、うんうん、ところが本当に大学へ入るまで全くないですね。なかったです、うん、そしてもうつい 2,3 年前ですかね、その主治医の先生からもう転換の薬は飲まなくていいですと言っていただいて、もう完治しましたという、なるほど、はい、宣言も、はい、いただきまして、そうですか、まあ、全てその牧師先生のお祈りのおかげですね。もちろん教会の方々のいろんな背後のお祈りが あったと思いますけれど、ですから毎週のようにお祈りしていただいて、祈りが積まれて、はい、そして神様の癒しを見てがそこに見事に述べられて、これは小学校 その卒業式の写真ですね。あ、そうですか、はい、もうだいぶ体も大きくなって、うんうんうん、無事に小学校は卒業できたという写真なんですね、うん、です優しいお顔立ちの、そうですね、ちょっとまあ少し目が垂れたりしていやあれなんですけど、さぞかし、なんて言いますかね、優しい気立ての良い坊ちゃんなんだろうとこう思いますがね。でこれはまた、これはもうつい最近の写真です。去年撮った写真ですね。そうですか、はい、大学4年生になって、うーん、はい、まさかこの子が大学に行けるようになるとは全く夢にも思わなかったんですけれども、学習障害もあったりいろんなものを持ってたので、でも本人が高校卒業するときにやっぱりもっと勉強してみたいっていうふうに言うので、うん、勉強の意味が分かってるのかなとちょっと心配がありましたけどね。で、まあ、本当に不思議にその推薦の入学の道が開かれて、今の大学に入学をしてですね、でもう大学ではその先生がね、何かたくさん面倒を見てくれるようなことはないので、ちゃんとその進級できるのかなと心配してたんですけれど、いや本当にですね、本人も頑張ったんでしょうね。最後はこの1月まで卒論で忙しくして、卒論もちゃんと自分で書き上げて、で数日前に先生との質疑応答も終えて、先生からもう大丈夫ですっていうふうに言われて、あら、まあ、めでたい、はい、今年がご卒業という、そうですね、はい、そうですか、よくねおなしになられて、ご本人もさぞかし、その達成感というか遂げられたことを喜び、またきっと自分のために祈ってくださったご両親、また先生、そういう愛と祈りというものをなんかもうすごくたくさんたくさん身に積んでと言いましょうか、誰よりもそういうことの中に自分が今あるんだっていう神の恵みを噛みしめてらっしゃる坊ちゃんじゃないかななんて思いますよね。この子何をご専攻なさった？一応学部は政治経済学部でしてね、ただちっちゃい頃から電車が好きで、うん、その卒論はですね、うん、電車のその地域経済に及ぼす影響というようなことあ、全く私には関心がないですけれど、お父様はその論文をちょっとご覧になりましたか？少し読ませていただきました、はい、そうでしたか、はい、すごいですね。電車に興味があるということは、子どもの中にはそういう子がいますけども、しかしその電車が地域経済に対してどういう影響を及ぼすかみたいな、あ、研究というかね、そういう視点で電車の社会的効用みたいなうん、電車そのものよりもそういう意味をね、社会的な意味を興味を持たれる、何か神様の素晴らしい使命がおありなんでしょうね。これからが
お楽しみですね。何かご自身として息子さん将来こんなことをしてみたいなんてことを口走ってらっしゃいますか。いやそれは特にないんですけれど、まあ、今まで勉強を、ね、してこれたのでもう今年からは大いに働きたいということ で去年からずっと就職活動してきたんですが、障害者手帳をいただいて障害者枠での、まあ、就職を考えていたんですが、なかなかこれが難しいですね。何社も面接を受けたんですけれど、うまくいかず、でもうこれは神様の御手に委ねるしかないねと言っていた矢先に、去年の12月にあるもう本当に大企業からお声がかかって、まあ、契約社員ではあるんですけれど、ぜひ石塚君を取りたいというふうに言っていただいたところがあったんですね。もうそれは本当に、ね、びっくりしました。そんな会社からお声がかかるような全く予想もしていませんでしたのでね、もう本当に家内も私ももう喜びでしたね。そうでしたか、きっとご子息には大きな大きな神様にあるところの使命が終わりなんでしょうね。いやこれからある面では お楽しみというか、私のごときものではありますけど、この坊ちゃんにはすごい使命があって、そして通常の、まあ、こう比べるのはいけませんけれども、まあ、あえて言うならばそういう方々よりもはるかに勝った何か特別なそういう賜物と使命がおありなんじゃないかと思いますね。思いますながらお祈りさせていただきますとともに、坊ちゃんに、よろしくお伝えください。何ですか、いやお話伺っているうちにもう時間が迫ってきてますが、ここにですねいつもゲストにお願いします、はい、言葉をお書き残しいただきたいんですが、はい、何かどうぞお心にある込められた言葉をおしたためください。これは聖書の、いやお言葉、お名前を書いてください、はい、はい、はい、あなたの将来は希望があると主は言われる、はい、これは教会の年間聖句なんです、今年の今年の、はい、で主任牧師の先生が、まあ時間をかけて神様とお祈りをする中で与えられた御言葉、これ毎年変わるんですけれど、今年はそうですね、まあ、私塾、自分の塾を授業を始めて、まあ今年で3年目になりますので、ね、はい、である時韓国のチョ・ヨギ先生の本を書かれた本を読んでいた時に、新年を迎えた時にその新年に名前をつけなさいっていう、Name the New Year っていう一節を読んだ時に、そうだ、じゃあ今年はそのこの1年がどういう1年になってほしいのか名前をつけようと思いましてね、でちょうどこの牧師先生が選んでいただいたこの年間聖句がとても私すごくインパクトがありましてね、でこれにちなんで今年は、大いなる希望と祝福の1年になりますというのを私はノートにいつも1月1日のページに書きつけましてね、でお祈りをする時に時々それを声に出して、はい、今年はこういう1年になりますと、希望と祝福の1年になる、自分でそれを宣言するということが大事かなというふうに、まあいつも牧師先生からメッセージの中でね、そういうふうに教えをいただいてますので、というふうにしてるんですね。そうですか、はい、神様はその頃のうちに、思いを与え、それを実現してくださるのは神であって、それは神の良しとするところだという言葉がありますけれども、はい、きっとそのごとく主が導き成し遂げてくださることでしょう。そうですか、
石塚家ご一同のためにも、またロックヒルズでしたか、はい、ね、新しくこのお建てになられた祈りを込めて立ち上げられたこの塾がですね、また大きなお役を遂げられる果たしなさる塾にご成長なさるようにですね、この年は希望と祝福の年で終わりになることを心からお祈りを申し上げたいと思っております。そうですか、今日もいろいろお話を伺いました。そういう中で教会の中にあってもきっとなくてならない働きをしてらっしゃると思っていますが、今は教会では特にどんな部署で？そうですね、何でしょうか、礼拝の中でお祈りを担当させていただいたり、少し前は司会をさせていただいたり、そして今はセキュリティというんですか、いろいろこう腕章をつけて、トラブルがないように、いろいろこう歩いてですね、目配りをするというような働きもにも加えさせていただいております。そうですか、はい、教会の安全保障、そうですね大事ですよね、要でいらっしゃるということで、牧師先生もお守りいただいて。そうですか、今日は本当にありがとうございました。どうもございません、ありがとうございました。ご家族にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。今日もまた石塚先生のお話を伺いながら、皆様方がいろいろご自身の人生、あるいはご自身の信仰障害というものとオーバーラップさせながら、興味深くお話を伺ってくださったのではないかと思います。この私たちが家庭を築き、そして家族とともに人生を歩んでいく途上、本当に人間の力や知恵では到底及びもがたいような、いろんな試練や戦いに遭遇するものですね。石塚先生のご家庭でも、ご長男のお話にありましたようなご試練が終わりになったのですが、その中で本当に祈り祈られ祈り祈られ、私は祈りというものがどんなに一人の人間の生涯にとって必要不可欠な、かつまたどんなに大きな、それは力というものをそこに秘めているか、祈りの尊さ、素晴らしさというものをお話を伺いながら、今日はすごく強く思わされたひとときでありました。まあ、それにいたしましても、先生が教育の現場で本当に一筋にこの進んでこられたわけでございますけれども、そういうような中で神様と共にこの歩むというよりも、神様が先生方、先生のご家族と共に歩んで今日をお与えになっていらっしゃる、背後に、石塚家の背後に神様の臨在ありきということをも、私はお話を伺いながら強く合わせて思わされたことでした。その主がこの年を迎えて、この石塚先生に教会のこの年の言葉、あなたの将来には希望があると主は言われるという、牧師先生を通して教会に発信された教会のこの言葉を通しながら、ご自分のこの1年、これは希望と祝福の1年となるという信仰と確信の上に、この1年をスタートなさったという、そういう力強いお証しも伺いました。愛する皆さんのご生涯、またこの一年もそうです、皆さんの上に神の祝福が、そして神にある希望がそこに開けていることを思いながら、どうか困難の中にも失望せず歩んでください。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。この番組のスポンサーとなってくださる方を募集しております。日本 CGN テレビ信仰と人生担当までご連絡ください。